リチャードの神話のベッキャーでございます。ご無沙汰しておりました神話でございます。はい、今回は私の順番がやってまいりましたので、まあ各それぞれですね、各それぞれとか2人しかいないけど、まあ互い同士のこだわりっていうか、まあそういうものをね、ちょっと小出しにしていこうかなという、まあこのベッケナーもですね、まあ続けるもう1年以上もやってるわけでございますけれども、はい、そんなこんなで、今度は私のベッケナーでございますが、まあね、またか、またって思われるかもしれませんが、漫画でございます。はい、漫画でございますが、25周年を迎えました、ジョでございます。25年かな、25年で書いてあるから25年ですよ。もうそんなに経ったのかと思うわけでございますが、私の好きなね、バンド爆竹ももう25年ぐらいやっておりまして、このジョジョもですね、長いわけでございますが、当時ね、私もあんまり財力がなくて、このジョジョをね、買い溜めるような年ではなかったので、ずっとまあジャンプとかを読んでたわけですが、当時ジャンプといえばジョジョがあった頃といえば、まあドラゴンボールとか、まあその辺あたりがね、割拠してた時代にずっとやってきた人でございます。で、今ね、アニメっていうか、まあ一部、今1部、2部、3部もずーっといって8部ぐらいやってるわけでございまして、そのうちのね、一部からまたアニメをですね、作っとるわけでございます。で、まあ、ぶっちゃけてしまうおそらくね、テレビ局の方たちの中でもうずっとな、若い頃ジョジョ見た人が、私に作らせてくださいと言ってね、頑張って作ってるんだと思うんですけど、なぜ今ジョジョかという感じではございますが、それでもされたジョジョでございます。私の身の回りでもごめんなさい、かなりねジョジョ好きで、いる者たちも多くてですね、で、私は別にずっとこのジョジョが一番っていうわけではなかったんですけれども、それでもね、本当に友達に家で勝手に読ませていただいたりとかずっとするわけでございまして、それがついに25周年、まあ、これ漫画じゃなくてですね、これは最近出ましたジョジョメノンというですね、なんかメンズノンの中って言ってびっくりしましたけど、これ結構高いんですよ。手に取ってレジに持ってって初めて出したんで、どうしようかなって後で考え直したわけなんですけども、でも買っちゃいました。はい、で、荒木博彦さんというですね、博彦先生という、まあ、漫画家がですね、書いてらっしゃるわけですけども、この方はもうほとんどそのさっき言った25年間このジョジョというのを書き続けてきてまして、で、まあ何部って分けてるんで、ずっと同じ話が続いてるわけじゃないですけど、まあどうにかして名前にジョになるようにとかね、まあ、そんな感じでこだわり続けているわけでございます。最初は言ってしまえばヴァンパイアというか、まあ、吸血鬼になった男と、それを倒すために、まあ、頑張ってる男の熱き筋肉ムキムキの話から、だんだんね、ここ数年になってから絵柄が変わってきて、まあ、主人公も細身になってくるというわけでございます。当時北斗の拳とかあった時代ですので、主人公もこんな腕しておりましたけども、今では細くなり、これ第3部の主人公と、これがね、イギーっていう名前なんですね、犬の、はい、ボストンテリアのイギーちゃんなんですが、こんなにね、この3部の主人公もこんなに細くなかったんです。もっと肩幅あったんですけど、だんだん絵柄が変わってくると細くなってくるわけでございます。そしてこのイギー、は、まあ、本を、ね、読んでもらったら分かるんですけど、結構ね、かっこいいやつでございまして、でジョジョの面白いところはもう一点ですね、私もこうやって音楽をやっとるわけなんですが、さっき言ってイギーって言ったらなんとなくパッて気づいたかもしれませんけど、イギーポップというですね、音楽やってる人ですけども、これから撮ってるわけでございます。本人が認めたかどうかは知りませんけども、いろいろあるわけでして、で、まあ、最後になりますが、一番私が当時ね、ジョジョ読んでてびっくりしたのがですね、エシディシというですね、私が一番好きな第2部のですね、ジョセフ・ジョースターという主人公が3人のムキムキ男と戦うわけです、最終的にですね。で、エシディシとワムとですね、カーズというですね、3体の化け物がいるわけでございますが、まあ、カーズがボスでして、まあ、カーズはよくわからなかった、未だにも調べてもないんで、カーズがどこからでどこかわかりませんけど、ワムとですね、ワム、わかりますよね、ラストクリスマス歌ってた人です。ワムです。はい、そこから撮ってます。で、エシディシってわかりますってね、今私一人なんでね、一人じゃないんですけど、相方いるんですけどね、相方に答えさせるわけにいかないんで、はっきり言いますけど、ACDC です。すごいでしょ？ ACDC です。カタカナで ACDC と書いてるんですが、ACDC が、そういったですね、ちょっと、ロックを聴いてる人ですとか、音楽好きな人、そっからね、私実はエンヤも知ったんですよ。第3部にエンヤバーって言うんですけど、
エンヤを知らなくて、エンヤバーで検索というか調べたら、そのああいう優しい歌声のお姉さんが出てきたわけでして、なんかいろいろ違うなと思ったわけですが、そうやってね、いろんな音楽を聴くきっかけも与えてくれたこのジョジョというのは、私にとっては思い出深く、そしてロックのみならですね、いろんなところに手を出すきっかけも与えてくれました。そして今、25周年を迎えまして、こうやってね、たくさんのファンたちに愛されておるわけでございます。はい。で今ね、また連載をね、ジャンプではなくてウルトラジャンプで連載してるわけでございますけれども、非常にね、楽しい読み応えのある、漫画を書いていただいてますので、この子を引き続き荒木先生には嘆きして頑張っていただきたいと思います。ちなみに荒木先生はですね、30代ぐらいから写真の顔が全く変わってないんで、あの人がヴァンパイアなんかと言われてるぐらいでございますけれども、そんなジョジョ、皆さんね、よかったら、買うもよし、漫画喫茶で読むよもよし、楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは、今日はですね、私のベッキャの番だったんですけれども、一押しの少女でございます。ちなみにアニメのジョジョの一部のオープニングテーマは素晴らしく、昔のアニメソングという感じで、私の周りのお友達というか知り合いはすごく興奮しておるわけでございます。はい、それではこれで今回のベッキャナを終わらせたいと思います。ジョジョ推しでございました。それではまた次回お会いするときまで、さようなら。あぐらでした。